クワグマイヤーの覚え方さ、クワグマイヤーちゃんはこれ SVL レベル11ですか ?SVL レベル11で、えー、パスタンには載ってないと、うん、けど A 研究には2013年の第1回と2021年の第2回に出てますよっつってな、うん、でもどちらも答えになってませんよっつってな、うん なんで答えにならんかね、うんうん、パスタに乗ってないからってこと、うん、パスタに乗ってないから答えにするのはやめときましょうよみたいなことですかねやっさい本当にパスタに乗ってないやつを問題の正解にしちゃうとパスタ売れなくなっちゃいますようですか、うん、もしくはあれがねあの出題者がクワクマイヤー正解にしちゃってで問題をこうね大文社に出してね、うん、ちょちょっと先生 <laughs> クワグマイヤーはパスタに出てないんじゃないですかダメですよっつってねそういう試験だもんな英検育ってなうんて受ける側もなう受ける側でなパスタに出てないからその単語は覚えなくていいですよなんつーなーうなもう舐めた <laughs> もう程度の低いなうん志の低い人が受けるからな、うん、しまいにはもう <laughs> ライティングで点を取った方がとかな、言い出すんだな。もう、おかげで全然再生されねえよ。毎日言ってるけど。もう、こんなドナチュラルにねうーん、この何、新聞の題名になっちゃうようなねうん、単語をね、パスタに載ってないから覚えません。ですかもう、ほんとにしょうもないな。てか、ほとんどの人、2013年まですらも、あのー、過去問遡ってませんね、おそらく。 もうほんとそういうやがらがもう全然勉強しないおかげでもう全然仕上げ上がんないよもうおまけにさあのー、私がコツ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 ショット動画上げてってさ、うん、これならちょっと磯田さんに追いつくかもしれないぞと思ってちょっとさ、うん、頑張ってたのにさこないだなんか磯田さんがちょっとこうバズってさ、うん、もう一気に400人ぐらい増えてたよ <laughs> 一日でもう何やねんもうほんのもうやる気なくなるわ なんでしょう、クワグマイアって。もう、もう、むしろ、むしろ私が今、クワグマイアです。うもう完全に私は今、クワグマイアに入ってます。なんでしょう、クワグマイアってな。うもう俺がコツコツね、1日になんか5人増えただのな、3人増えただのな、つってな。ん喜んでたのにな。もう、いそさん、ちょっとこうちと、ちょっと動画が変わちょっと動画が当たって、<laughs> 400人増えてたよ。うもう、なんやね。はっ まさかもしかして、俺の動画見てんのに、磯田さん知らない人いますかもう本当にもうあなた方ね、磯田さん見た方がいいですよ、ほら。うんね。うん、磯田さんはもう。俺、磯田さんがいなかったらもう YouTube やってないからね。うん。もう磯田さんはね、一応俺より後に始めたんだけど、もう俺,俺がもう最初に5本ぐらい出して、もう YouTube 全然ダメだとかね、思ってね。 もう、なんか、半年ぐらい放置してた時に磯田さんが初めてね、うん、毎日毎日コツ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 上げて、うん、俺が登録者13人だった時に磯田さん100人だったんだけど、ねえ、もうあれよあれよと今ほら3600人 <laughs> なんか、さっきより200人増えてんだけど、ほんのに。もうなんやねもうほんとクワッグマイヤーだよ。な本ほんとクワッグマイヤーですよね。うん、クワッグマイヤーで、 えー、沼地とかね、うん、転じまして屈強とかね、うん、窮地ですかこれは、うん、やっぱな通常の動画がなんか跳れないとダメだな、うん、こんなもんちま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 あげてさせいぜい80回じゃもう一生伸びないよこんなクソチャンネルもうんのにもうまさしくクワグマイヤだろ、うん、あちなみにこれはねあのマイヤー単体でもね沼とかそういう意味ですけどね クワッグつけて何年の街なんだっつって。じゃあクワッグってなんだっつってな、うん。もうそんなもん、もうそんなもんはわかりまじぇんって辞書に書いてあったよ。<laughs> そんなのはわかりまじぇんって。つくつくクワッグマイヤーだよな。なんか分析、ま、分析、もう神か <laughs> おまけに神ミだよ、もう。あの、分析しましたらね、あの、この磯田さんね、あの、なんか、うんこ、これ、これが跳ねたのかな、うん、直近で言うと。これがちょっと跳ねて。 すごい伸びましたなんつってましたけどもね、うん、初心者を食い物にする英語系 YouTuber つってな、うん、誰でしょ <laughs> 誰でしょうね <laughs> もうさちゃんとあれだよな磯田さんもな、うん、こういうなんかちょっとこうオブラートにこう包んだ言い方じゃなくてさあの反射系 YouTuber って言えばいいのに <laughs> 反射系英語系 YouTuber って言えばいいのになほんとに だって下手したらこれねここ一週間で千人ぐらい増えたんじゃないの、うん、この間までなんか二千七百人ぐらいだったよああなんかなよしあっリサさん二千七百人ぐらいだっつってね頑張って追いつこうっつって必死超えて最初と動画作ってたのにポーンっつってなんか千人ぐらいふう1人ぐらいもう神々 <laughs> 神々だもう千人ぐらいポーンって増えてたやんほんとにああおばがたこリサステイクマイヤーええなクワグマイヤー 沼にリサスティックマイヤー,うーん。しょうもないうん。こんなしょうもないものが曲げてるからダメなのかねうん。ものすごいしょうもないやな、これな。うんだってそもそも今の若い子、リサスティックマイヤー知らないでしょ。Risa Stegmayer in a Quagmire。Risa s t 作る分際、もうね、もう雑だしな。うんもうこの絵を作るにしても雑だし、そもそも覚え方としても雑だしな。うんほんのやんなっちゃうよ、もうほんのにほんのやんなっちゃう。<laughs> ほんとやんなっちゃう、もうほんのに。しかもな、うんなんかこういうふうにな、これ人命出すとな。うんだからほら クワクマイヤーやってもらうなー。リサスティックマイヤーいいなー。クワクマイヤーで覚えらいいじゃん。っつってね。うん、言ったときにな。え、え、え,えリサスティックマイヤーとか言われるんだよな。うん、<laughs> えリサスティックマイヤー知らないのみたいなな。そういう話になって。天才テレビくんとか知らないとかな。うん、知らないとかなったな。もう。自分がおっさんになったことを確信するんだよな。うん、こういうの。こういうのやっちゃうとな。うん ねえうんとはいえクワックマイヤーちゃんはね割とねこうやってねおしゃれな使い方してますからねうんポリティカルクワックマイヤーとかなうんエセカルクワックマイヤーとかなはたまたマイグレーションクワックマイヤーとかなうんビカム・ア・クワックマイヤーとかもね素敵ですよねうんこんなに紹介したらこれ全然大切だねダスポケモンのやんなちゃんもうダメだもう女にも もう、またバット入っちゃうよ。もう、ほんと、毎日言ってるけどな。もう、どんどんバット入っちゃう、もう、ほんとに。り。なんていうかな、こう、なんつうか、こう、日々ね、手応えというものを感じないのよね。うん、毎日言ってるけどね。もうこういう時にね、私がどうやってテンションを回復してるか、ちょっと教えてあげましょうか。ねどうやってテンションをね、回復してるかっていうとね、うんと。<laughs> もう俺よりはるかに手間をかけてるけど全然再生されてない YouTuber を見ることだね <laughs> これ辛くないこういうのうん顔出ししてなもう必死こいて編集してこの再生数っつうのはもうほんと死にたくなんないのかなとか思って <laughs> もうねまさくちゃんねすんごいこうねあの手混んでこう作ってんのよ、うん、ほら見てほら <laughs> 俺と違い <laughs> けどねうんこ、このざまでしょ。うんこんなに低コンで、429回再生されて、この人にいくら入ると思いますかこれ。うんとね。うん80円。<laughs> 80円よ。<laughs> こんなもうなんかな、こう、画角とか決めてさ、もうカメラセッティングしてさ、うんね。 でしかもなこう辛いのがなこうそこそここうなんていうかなこういうレビュー系はこう再生されてるんだけどうんこ,うこの人単体にね焦点を当てるとねうん全然再生されなくなっちゃうつう <laughs> 特にこれがきついよなうんもう旅までしていろいろやって109回だもんなうんもうほんになーとかなうーんじゃあじゃあマシかっつって。 この人マしかっつってね、うん、今日も動画を作るわけですけれどもね概要欄のリンクから例文をチェックしようユーブリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ再生リストから復習もしてね